今日はもう一本バナナ苗を持ってきていて、これはラスタリーの白の方ですね。那覇バナナ園ではラスタリーの白と赤どちらも販売していましたが、これは白の方です。白と赤どっちも食べたことがあるんですが、どっちかが美味しくてどっちかがさほどでもなかった記憶があるんですが、美味しい方がどちらだったのかちょっと忘れてしまったので、まあ美味しい方1本あればいいんですけどもね。これはサンルームの中でも比較的水が行き届きやすい場所にあったので、土も湿っていますし、葉っぱもこちらの枯れ気味だったゴールデンに比べてみずみずしいですよね。まあ、これを見ても気温が低い時節でも水分が十分でないと葉っぱが生気を失うということですよね。もちろん乾燥に強い、あるいは乾燥状態で越冬させるのが望ましい植物というのは結構あるわけですが、バナナに関しては私はもしサンルーム、サンルーフ、軒下、屋内などで管理する場合にはできることなら緑葉をみずみずしく保つ方が越冬後に成長再開するときに好都合だと思いますね。もうすっかり枯れたまんま海景だけ生きてればいいというのなら、まあそれはそれでそういう栽培法もあるかとは思いますがね。ここの穴を掘っていたらフキの根茎がだいぶ出てきましたね。まあ、フキというのもなかなかたくましい植物ですね。これがフキの成長点みたいなもんですよ。ここからこう葉っぱが出てきていますよね。なかなかたくましい姿ですね、フキの成長点というのも。まあ、こういうものが姿形は違いますが、成長点なるものがバナナの場合には1個あるわけです。そこから全部こういう葉っぱが出てくるわけですね。ここから出るのではありません。成長点から上がってきて展開して、上がってきて展開してということを繰り返すわけですね。さてこれをここの穴に地植え